今の10代の方々若い方々に見てほしいポイントあと感じてほしいテーマがありましたらぜひお聞かせいただきたいんですが北村さんいかかがですかそうですすそうねあの本当にあの30年前の実写そしてその前の小説と時代をこう変えて、えー、形を変えてこの作品というのはあのー、変わり続けそしてなんか10代の、えー、皆さんの心に響き続ける作品だと思うんですけど。 今作は、えー、SNS ってていいうものがすすごくこうフューーチャーされていますあのやっぱりその心ない言葉一つ一つがあのい結構相手を傷つけてるってことだったりそしてそれが残っているっていうことだったりとか何かそういうことだったりとか何かこう今そういう SNS っていうものがすごく布教していてでみんなが自分を表現できる時代には なっているとは思うんですけど、なんかこの映画の中では途中でその誤ったその SNS での攻撃だったりとかが表現されています。なんかそういうことにも十代の学生の皆様にはぜひこうあの届いてほしいところでもあったり、えー、ただなんか多分きっと変わらないのはその七日間で仲間とたった七日間だけど。 なんかぶつけ合ったりとかあの慰め合ったりとか,なんか10代だけど最初はちぐわぐだったのが最後は結局1個にまとまってでみんながなんか前を向いていけるみたいな,なんかそんなこう仲間みたいなのをぜひ学生の皆様にも、まあ、いる方もいると思いますしいない方もい今いないなと思っている方もいると思うんですけど僕はそれでいうと10代の時いなくてなかなか。 だからそういう心から何か話せる友達みたいなのをなんかこの映画を見て周りを見渡してくれたらいいなとは思います,、はいそうですね、ありがとうございます吉根さんはいかがですか、はい、本当今北村さんがおっしゃったようにあの絶対人って一人じゃないなって私もすごく思います私も十代の頃学生の頃本音を言える友達と出会ってすごく あの買われた自分がいてで今は親だったりとか仲いい友達だったりとか地元の友達だったりとかやっぱりこう自分をさらけ出せる人がいるっていう本音を言える人がいるっていうのはすごくやっぱり強くなれるななといいう,うに思いましたなのであの何か今どうしようかなとか不安だったり、うん、悩みを抱えてる方がいたとしても絶対に大丈夫です。絶対にいつかあの いい未来が見える日が来るし絶対に希望の光ってあると思うからだからあのこの作品を通してなんか私もその10代の方からしたら本当に2つ3つだけあの先輩っていう立場としてなんか一緒に頑張っていけたらいいなというふうにもあのこの作品と一緒にみんなで頑張ろうというふうにあの伝えたいなって思います。うんそうですね、ありがとうございますあのそして今回、えー、北村さん 宮沢さんが演じているキャラクターと絡むシーンがありますけれども実際にあのアフレコブースで共演されたということでぜひその時の思い出を北村さん教えていただきたいんですが,い,かがですかいや緊張しましたよね朝朝こう現場に入ったら相談先生がいらっしゃって、ええええ、もうなんだろうこうただのある空気が一 <laughs>、ね、日前とは違う空気が漂っていて <laughs> なるほどと。 なるほどみたいな僕もぐっと緊張してそして宮澤さんが入られてすごい短い時間だったんですけど最後に「頑張ってね」って言ってくれたんですそれだけで最後まで走り抜けられた部分はありますしはい本当にあのすごくこう短いですけど濃い時間を過ごさせていただきました。い,います こう言ってますけど、全然緊張してるようには見えなくて、えー、あの2日間やってらしたんですよね。で、私はもう本当に一瞬だったんですね。で、私すごい緊張してて、で、こうシステムもよくわからないく入ってしまったら、ここですよとか、こうタイミングとか教えてくださって、えー、ものすごく余裕があるように見えました。いや、あの見せるのはうまいんです。<laughs> 余裕なく見せるのは上手い方です。 すごい演技でしたろいろと北村さんに宮沢さん教わったというふうに今おっしゃってましたけれども実際に日本の,そのアニメーションのアフレコ現場というのはなかなか慣れない環境だったかと思うんですけれどもいいかがででしたそのアフレコとううのはそうですね、はい、絵も完成されてなかったんですよね。で,ですのであの、まあ、こう視覚的な想像力というか。うん まあ、なかなかこう起きにくいんですけど、まあ、でも脚本がちゃんとあのしっかりした素晴らしい脚本があったのでその、まあ、絵には頼らずこう自分の気持ちであのやらせてはいただきましたけどいやとにかくでもすごい私がしゃべるタイミングも全部教えてくれましたよね<ー>そうでしたっけなん,かなんかこういうふうにやってくれてた記憶があるんですけどだからあ本当に。 申し訳ないなと思いながらだから <laughs> なんかたあまりなかた多分ですけど一日目僕もこのプロの生産と一緒にやって、うん、学んだことをきっと多分あの今だ<う> <laughs> 活用するならきっと今しかないと思ったんですよ <laughs> そのままね、はい、あの電柱してくださいましたからあんまり不安はなかった。